どうも皆さんこんにちは、マシーと申します。さあ今回もメビウスの選択やっていきましょう。その前にですね、私ちょっと風邪をこじらしちゃいましてですね、まあ数日のほどね、まあ、休ませていただいたんですけど、まあその辺に関しては本当に申し訳ないなと思っております。まあ皆さんもね、ぜひ風邪にはぜひっておかしいな、風邪にはね、まあ、気をつけてください。どんな入りの仕方してんだ。まあやっていきましょうか。とりあえず続きからね。前回なんだっけ、なんかあれだよね、なんか隣、突撃お隣死亡事件みたいな感じのやつをやって、でなんか赤ちゃんサイコパスでしたみたいなやつだったよね。でなんかソニック・ザ・ヘッジホッグくんがね、ここに新たなパーティーと加わっていただいたと。以上丸、はい、雪は急いで帰りはゆっくり、4つのボタンを押せと書かれたメモが壁に貼ってある。雪は何言ってんだろうね。はびっくりした。秒速で呼べるかと思っちゃったよ。なんこれ、網なくしか。ちょ、メモしていいですかこれ。ちょ、メモしな無理。ちょっと待って、ペンねえ。ペンがねえぞ。おい、ペッソー。よいしょ、オッケー。まあ、ペンなかったからちょっと慌てて買ってきたわ。まあ嘘なんだけど。平然と嘘をついていくスタイル。ちょっと待って、メモるね。丸。ワニ。X、U、R、L、A、で、シャープになる。これなんか読み方があるのかな。まあいいわ。次、X でいいのかこれ。待つか、X でいいの。X、Y、L、W、O、L、OL、OL の S、はい。OL は S だったと。がイコールだったね。OL はイコール S でしたと。はい。なんくだらないこと言ってんでしょうかね。次、三角、P、R でしたか。まあいいや。よくね、X、K、OBA のアンド、次シャグ、H の何も触んねえな、ここで U か。次 U、R、よか R、Y がびっくりマークと。ラスト終わる。 H、何も踏まない EM、エンターメイト。全然やったことないので見分けが探していくわ。R、S、ドルと。 R、S、ドルね。はい、 OK、メモ完了。全くわからんな。全くわからんぞ。たぶんここのことなんだけどさ、足りないの多すぎじゃね？これなんだ。ロウ、ナウか。全然、やばい。やばい。ボケてるわ。ボケてたわ。え、これ隣の部屋とかいけんの？他は調べれないか。無数の針がタイルから生えてる。これ何？この上にあるやつ。これ何？まあいいや、多分見れないな。特にもないね。ちょ、隣行けるかし調べるね。開かない。まあそうだわな。ちょ待ってよ、これ解読しなきゃいけないってことだよな。要するになんだっけ、行きは急いで帰りはゆっくり、行きは急いで帰りはゆっくりと4つのボタンを押せ。4つのボタン、ん、4つのボタン4つのボタン、どういうことだ。まあお察しだと思うんですが、カットです。行きはゆっくり、あ、ちょ、また、カットとか言ったけど、結構簡単に見破ったっていうのかな。あれ、×の部分の順番が、×のラインの順番が、Y、L、W、O、L、S、なってんだよ。で、これね、反対から読むと、スローリーなんだよね。そういうこと、スローリーなんだよ。だからこれゆっくりって意味だよね。ただ他のやつがさ、ダッシュじゃないもんな別に。行きは急ぐって何、急ぐって単語何、スピーディー、スピーディー、わかんないぞ。ちょ、待って、4つのボタンでしょ。
行きは急いで帰りはゆっくり。だから、違う、四角のやつ、ハリーでいいんだよな、これ。HURRY ってハリーでいいんだよな。四角、あ、じゃあ、これか。四角、で、その先のやつが多分、びっくりマークだから、びっくり、四角びっくり、X イコールでいいのかな ?X イコールでいいのかな。ちょ、やってみるか。やってみよう。四角びっくり、なんだっけなんだ、あ、バツだ、バツイコール開かないってことは多分逆だ、これ逆。待って、俺さっき三角押した、わかんない、もういいや。四角、びっくり、帰りだからイコールバツ。どう、これ開いて、頼むよ。はい、おっしー、開いていく。オッケー、なんぞ、今度はなんぞい。クロスワー、あー、クロスワー、あ、あ、じゃあ分かった、これ多分ね、サイコロだわ。うん、天才的発想でサイコロだわ。ちょっと待ってよ、1の対面は6だから、A の下の部分は6になる。で、4の対面は2だから、え ?4 の対面って 2だよな。2になる。ってなると、え？え？なんだ？ 5 か、5か、3？ あ、違う、4の対面は3か。4の対面は3だ。だから、5か2。ちょっと待って、A イコール5か2。やばい、なんかガバガバなんだけど、まあいいかな。まあいいや。A イコール5オア2ね。はい、5オア2。なんかあるんだろうな。ちょっとわかんないや。で、B の部分は1か6でしょ。多分そうだと思う。1か6。B イコール1か6。はい。だから、足し算すると、4択ですね。はい。6か3か、ごめん、3択でしたわ。あ、違うわ、11か8、4択だったわ。3おわ6おわ8おわ11、ガバガバだな。他なんか調べる場所ないか。ロッカーのものがあるけど開いていない。上の 2か Z ってなんだこれ。ここなんだろう。てか隣の部屋行きたいんだけど、行けないのか？行けないか？え、さっきの場所行けるもしかして。ちょっと待って、戻っていいですか？自分戻っていいですか？お、行けるじゃん、行けんじゃん。テロロンっつったけど、テロロンってね、テロロンっつったけど、すげえ謎解き多いじゃん今回。めちゃめちゃ謎解きあんじゃん。四角形、五角形、違う、三角形、四角形が75。おう。丸、四角形、三角形、100。おう。三角形、45。おう。丸、引く、三角形、2800。ぶっ飛んだな、急に。急にぶっ飛んだな。三角形、450。おう。四角イコール？おう、わかんねえよ。わかんねえよ、これ。全然わかんねえわ。ちょっと待って、とりあえずあるもん拾ってくわ。おまけの宝石。あー、なるほどね。568ぐらいにしとこうか。全然違うだろうな。ここは開かないか。じゃあこの謎解きをしないと多分奥の部屋に行けないんだな。これ4って書いてあるのか、あそこに。え、どうしよう、先あっちやってきていいかな。これちょっと多分時間かかるな。ただ奥の部屋行きたいな。これそのまま多分まっすぐ進んじゃうと、さっきのどこだっけ、地図見ると
全部繋がってるわ。全部繋がってるわ。いや、どうせなら全部攻略したくね。ちょっと待って、なんだっけ。あー、そうか、A プラス B か。待って。どれが正解なんだろう。適当でいいっすか。直感でいいっすか。11ぐらいでいいんじゃない。びっくりした。おい、ガッ。こうやってなるとね。なるほど。デリンジャードゥン。おめえか。待って、無理。終わりなんですか。待って、終わりなんですか。こんなところって、こんなことってあっていいんですか。誰か助けてくれ。やだ、僕は話しなくないよ。お、肩入るやん。希望が見えたぞ。メビウスの斧が一回も当たらないから。ホッグジェン頼む。ホッグジェン狙ってこいよ。くっそ。じゃあ、こいつはもう防御にしよう。で、ウェルフラルが行っちまった瞬間、このゲーム終わりだから。ホッグに来い。そういうこっちゃ。オッケー。ホッグ行け。ホッグゲーですわ。ホッグゲーですわ。ジブリカウンター。オッケー、やれ。ホッグいけ。よし、ホッグゲーですわ。間違えると出てくるみたいだね。次は気をつけよう。お前ちゃんと考えておせよ。ほんと、何にも言えません。ほんとにもう、僕、あなたに対しては何も言えなくなりました。申し訳ないです。ホックチェーンさん。まじ、ちゃんと考えます。ちゃんと考えさせていただきます。待てよ。5の隣が4だから、ってことを考えると、てっぺんの上に来るのが5になるのか。そういうことか。だから、左側の、4の左側が5になって、でその埋め替え合わせは2だから、A は2でいいんだ。で、そうなったときに、なんで音ないんだ。なんで音ないんだ。やめて。やめてくれよ。そうなったときに、B はなんだ。B は何ですか。待って、B 何 ?1 か6なのは分かるんだ。1か6なのは分かるんだよ。上が1じゃねえの?じゃあ6じゃねえの ?8 じゃね ?8。8だから。信じろ。自分の信じた自分を信じろ。そういうことなんですわ。ね。そういうことなんですわ。今ね、皆さんに伝えたい。自分を信じよう。なんだここ、帰っていいですか自分。あ、音を帰り。いける?あ、いけるね。なんだここ。なんだここ、なんかある。日記がある。仲良くなれるのかな、人間のあの子と。いやだったっけ、綺麗な子。いやだよ。そう、前作のね、アストライヤーを見てない方はね、ぜひね、僕の過去の動画からね、概要欄の方にね、リンクがあると思いますので、ぜひともアストライヤーご視聴いただければ幸いでございますという勝手な宣伝をさせていただきます。その時のね、主人公だよね。いや、また、あの花畑に来るかな。そしたら、話しかけれるかな。誰してんだ?わからんな。ここ5って書いてあるな。え、なに?ちょ、待って。え、これ何?ここ何の部屋?質問いいですか、自分。ここ何の部屋ですか?開かない。え、待って、何?直感系?直感?自分を信じた自分を信じろってやつ?これまた。いや、絶対ないだろ。なんかある。あ、ここなんかある。右上の矢印刺してね、これ。何この右上の矢印。え?え、何これ?何このマーク?これ?
ちょ、ごめん、音感ないからわかりません。この音、何ですか？全然わからんだけど。で、どれがど？わからん、わからん。Y には分かりませんでした。赤に開かない。ここの下ってあそこじゃないの？え、どうしよう。先あっち行くか、じゃあ。ここ行くか。ちょ、解いていきましょうか。ちょっと、足りない頭使ってね、解いていきましょう。黒色の三角は、15なんだよな。多分これは。15。で、15として、75ってことは四角は、黒の四角は30だな。30。そうなった時に、丸は、45、55か。うん。何言ってんのって思う方は、そうだね。ちょっと説明していきますね。まず、三角。黒色の三角は、一番真ん中、黒のゾーンの真ん中じゃない、一番下か。のところにある三角が3つ足し算して並んでる場所あるじゃん。あれイコール45ってことは、あれを3で割れば答えが出るわけじゃないですか。ということで、まあ45割る3すると15で、黒の三角は15。ちょっと待って、これちゃんと書いとこう。黒の三角15で、そうなった時に一番上の式に15って当てはまるから、15足す四角足す四角ってことは、移項して75引く15して、まず60が出るわけじゃん。で、60割る2すればいいだけだから、四角は30と、うん、黒の四角30。これ言ってて俺めちゃめちゃ外してたらクソダサいやつよな。で、まあ100はまあ簡単だよね。あとは四角、黒四角に30当てて、黒色の三角に15当てて足したら45じゃん。で、それを移行して100のところに引く45したら55が出ますから、丸、黒丸は55ですよと。以上、丸。はい、楽しい数学講座でした。ただこの先がわからんくもないな、別に。450割る2して、まず、だから、450割る2すると、ちょっと待って、2して、225。だから、白の三角は225。で、丸は3025。3025。四角は知るか。知るか。え、1対2対ルート3ではないよな。だったら別に450なんだけど、ちょっと試してみるか。1対2対ルート3で調べましょう。450、違うよね。全然わからん、全然わからんぞ、全然わからんぞ。待って、マジで言ってんの？あれ、こんな日記あったっけ。母さんと父さんが死んだ、自分のせいで。どうかしちゃったの？どうしてこんなに硬いの？いや、笑うとこじゃねえよな。いや、笑うとこじゃないんだよな。どうしちゃったの？どうしてこんなに硬いの？何でも治す病院の先生に見てもらわなきゃ。あー、そういうのはね、ちょっといろいろ多分大人の事情ってものがあると思うよ。うん、多分違うと思うけど。わからんぞ、四角がわからん、マジでわからん。どうしよう。ちょ、もう一個の部屋行っていいですか。じゃあ後でまた帰ってくるわ。また帰ってくるわ。カッコ閉じる。じゃあこの時さ、ここ押したらどうなるかな。やめとこ、変なことやめとこ。やばいよな、この部屋。アイって書いてある。アイって日記がやる。男のくせに泣きました。それでも友達だ。明日また会えるかな。会えるよな、約束したから。来なかったら目玉を取る。アイ。真ん中に立ち、矢印に従えと書かれてあるな。矢印なんてどこにあんだ、矢印なんてどこにあんだ、矢印なんてどこにあんだ。
あそこにあった矢印だったらこの向きじゃね？なこれ？ん？ん？どっかの部屋？なんか電車みたいだな。いや電車ではないよな。電車ではないな。めちゃめちゃ適当なこと言ったな。何あそこ？え、どこ？どこここ？Where is this？これいける？いけないよな。真ん中に立ち。真ん中ってここじゃないのか。ここか。ほい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 。え？何？どこの話してんだ？どこの話してんだ？あ、違う場所か？違う場所のあそこか？違う場所のあそこか？ちょっと待ってね。よし、オッケー、帰ってきたね。よし。真ん中に立ち、矢印の方向を見ろ。つことは、こう。はい。違います。助けてください。助けてください。さすがにこの部屋の話じゃないのかな？真ん中だよ。ほら。何秒か待とうか。ダメですね。ダメみたいですね。みんな集める？順番にもう一人。よしよしよし。おい、なんでそっち行くんだ。なんで裏切るんだ。一心同体だったろ。こうだ。どうだ。全員集合したぞ。何にもねえや。手紙、あ、そう、これ読んでなかったんだ。ん？違う、読んだわ。なんかさ、ゲットして読んでないやつとかあったっけ？いや、ないよな。まあいいや。待って。ここの部屋と、この部屋と、あそこの部屋か。やばくね？やばくね？ここ普通に。真ん中に立ち、矢印に従え。あ、向けじゃないのか。矢印に従えって書いてあるのか。だからなんだって話だよな。だからなんだって話だったよな。圧倒的横スライド移動で。横スライド移動。ここヒントしかないんだよね。矢印ってまずどこにあんの？矢印どこ？矢印ってどこ？真ん中ってどこ？真ん中ってどこ？ここまだだな。ここまだにしよう。ここまだだ。いや、一番解けそうなのがどこだろう。ここって何かあったっけ？何もないんだよね、ここ。びっくりするぐらい何にもないんだよね。これぐらいなんだよ、これぐらい。これが何かわからんし。見えん。このさ、椅子の吊り下げられてるのがさ、あれなのかな。音階的なあれなのかな。三つ押せみたいな。お前はどこだ？教えてくれないか、僕に。ちょっと待ってよ。これ、そうじゃねえし、らでもねえな。ん？ここそか。ん？わからん。全然わからん。助けて。高いやつだけ押す？どれが高いんですか？これと、これは分かった。あとなんだ。全然分からんぞ。助けて、助けて。これ、あ、そういうこと？これ、これ？いや、違うな。
15の15倍か。これ2乗か。ちょすげえやばい、声が死んだ、声が死んだ。待って、55の2乗ってなんだ。55 25 55 25。溶ける。30の2乗だ。だから、ちょっと待って、今、ちょっとめちゃめちゃ、あれするわ。あれ、やばい、もう言葉が出てこないわ。よかった。やっと溶けた。ですね、まず、なぜ2乗かっていうことに、たどり着いたかっていうことをまず説明しようかなと思うんですけども、四角の三角じゃねえわ。なんで四角の三角って絶望的すぎだろ。なんだ四角の三角って。白色の三角が、まあ、225だったわけじゃないですか。で、どういうことか、僕は何を考えたのか分かんないですけど、黒の三角と何倍違えんだろうなということにまずね、ちょ考えたわけでございまして、で225割る15をした結果、15が出たんですよ。15と15倍、これはさては2乗なのではないかというね、まあ、そういうことです。はい。だから30の2乗だから、30の2乗って900だよな。え、900だよな。だ、入ってくれ。だ、 Z じゃない。うわっ、うわっ、やった。ちょ、こっち、多分上のやつがあそこだよね。絶望的によくわかんない部屋。うん。マジここ、本当にわからん。で、こっちが、ちょ、ここ見て終わろう、最後。おお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 お、戸惑っただけじゃん。やめて、そういうの。本当にダメよ、ダメなの、それダメ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。頭使うね。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。